なぜノラオクタンは弱いのかについて今回解説していこうと思います。皆さんはじめまして、先端恐怖症と申します。ノラのオクタンがですね、なぜ地雷だとか最弱だとか言われているか、皆さんは正確に把握することができているでしょうか。それにはですね、3つ大きく分けて3つの理由があると思います。オクタンはですね、スキルで突っ込んで、そして前線を荒らして、またスキルを使って帰ってくることができると、自己完結できる使いやすいキャラだというふうに考えてらっしゃる方が多い印象を受けますが、実は真逆ですね。オクタンはかなり使いづらい難しいキャラだというふうに私は考えています。まず先ほどの弱い理由の3つのうち1つ目は、リスク管理が難しいことにあると思います。オクタンのリスクという言葉を聞いて連想されるのがこちらですね、興奮剤です。この興奮剤には4つのデメリットがあります。まず1つ目は体力減少ですね。体力を犠牲にすることによって足が速くなると。このゲームはですね、体力管理というのがすごく大事になってきます。回復をどの場所で、どのタイミングで、どの回復の種類で回復するのかっていうのが非常に大事なことっていうのは分かりやすいと思います。その状況下で自ら体力をマイナス10にする、戦闘前にマイナス10にするというのはかなりの痛手となっています。マイナス12ポイントというと、救急一発分ですねがマイナス12となっていますので、これを打つことによって無条件で一発被弾した状態と同じ状態になるわけですね。ではですね、仮にこの敵と自分のエイム力が一緒だと仮定しましょう。その状況下で興奮剤を一発撃つってことは、同じエイム力の中で余分にプラス一発当てなければならないという状態ですね。これでイーブンになるわけですね。この興奮剤をですね、2回使うとマイナス24されます。左下にご注目ください。もうほとんどアーマーのメーター一発、1個分ですね、減ってるわけです。つまり紫アーマーを着てたらですね、無条件で2回撃つと青アーマーに、青アーマーの状態から2回撃つと白アーマーになるわけですね。何も始まっていないのにその状態から始まるっていうのを頭に置いた上で、さらなるリターンっていうのを提示しなければなりません。オクタンのパッシブの体力自動回復は、この興奮剤が終わった段階から2秒に1ポイント増えていくという形になってきますので、終わった状態から24秒かかるわけですね。24秒かかってようやく元の状態に戻るという形なので、ほとんど当てにできないパッシブとなります。はい、先ほども言いました、これぐらいの体力になった時に、果たして本当にこのスキルを使うことによって引くことができるのでしょうか。これだけローになるわけですね。あと一発撃たれたら死んじゃうわけですから、かなり危険な賭けとなりますよね。相手がエイムをミスらない限りは、大体は死んじゃいますよね。ですのでこれはですね、レイスが前線を荒らして虚空で無敵の状態で帰るというのとは、まあ、わけが違うわけですね。ですのでオクタンの興奮剤はですね、レイスの虚空と同列に考えてはいけないわけですね。相手の能力依存になりますからね。というですね、戦闘前に使うのももちろんなんですが、戦闘中にこの興奮剤を使うというのもかなりのリスクを背負うことになります。そのリスクが本当に自分のムーブに見合うのかどうなのか、今からやりたいことに対してのリターンを提示できるのかっていうのを考えなければならないと。このスキルに関してはどんどん打っていいものではないということが言えると思います。この興奮剤のデメリットの2つ目ですね、それはこれ結構知らない方は多いんじゃないかなと思うんですが、反動ですね。わかりますかね。これが通常時の反動ですが、興奮剤を使うとほらかなり右上に行ってますよね。これが結構厄介なデメリットとなっています。次にですね、視野角が変わります。なんとなくこの見ている世界が変わるなーっていうのはお分かりだと思うんですが、打つことによってほら
わかりますかね。どんどん大きくなってますよね、的が。はい。この視野角が変わった状態の中で打ち合いをしなければならないという形ですね。これもかなり大きなデメリットになるのではないかと思います。で、それからですね、この特有のこの音ですね、ドクドクドクという音と、あと画面端にちょっと見えてますかね、緑色に光るようになってます。実際に敵から見た視点はこんな感じです。緑色に光ってて、そして、音も目立った音が聞こえるわけですね。まあ、これに関してはですね、後で説明しようと思います。こういったスキルを打つこと自体で4つのデメリットがあるっていうのを考えなければなりません。このデメリットを引き換えにしてもメリットを提示しなければならないという、それがオクタンとなります。ノラオクタンが弱い3つの理由の2つ目をご紹介します。2つ目はフェイト管理が難しいということですね。先ほども少し説明しましたが、この興奮剤を使うことによってかなり目立ちます。音、それからこの緑色の、まあ、模様で、それからですね、走り方っていうのにも結構特徴があって、オクタンは遠くから見ててもかなり目立ちます。ヘイト管理っていうのはですね、自分が目立った状態かそうじゃない状態か、注目されてるかされてないかっていうのをしっかり把握した上でそれを管理する能力のことです。わかりやすいところで言うと、このデブキャラ2人ですね、ジブラルタルとコースティックはもう嫌でも目につきますよね。背が高いですし、横幅も広いので、戦うってなった時に真っ先に、デブキャラっていうのが、まあ、目に入ると思います。まあ、その次ぐらいにですね、興奮剤を使ってるオクタンっていうのは目立ちます。視覚的にも聴覚的にも目立つわけですね。そんな目立ってるオクタンが果たしてスキルを使いながら引くことができるのか、そして目立った状態で突っ込んだ時にきちんと死なずにダウンせずに戻ることができるかっていうのが大事になってきます。オクタンが弱い3つの理由の3つ目はですね、味方との連携が取れないということにあります。今回はですね、オクタンが弱い理由ではなく、ノラオクタンが弱い理由という限定的なものにしてあります。例えばオクタンが戦っててこの状態、このローの状態ですね、体力が少ない状態であった時に、味方視点はですね、このオクタンは、まあ、逃げる手段がもうほぼないわけですから、それをカバーしに行かなければならないわけですね。まあ、自分たちは戦いたい敵がいるんだけど、オクタンがやばそうだからオクタンの方に行かないといけないと、まあ、連携がその時点で取れないわけですよね。これが例えば、まあ、レイスがローになってても、まあ、コク切ればいいからそんなに心配にはならないんですね。まあ、コク切ればダウンしないやろうという形になるんですが、オクタンのその状況がわからないわけですね、特にノラだとね。ですので、まあ、オクタンを使うという場合は、まあ、VC 推奨という形ですね。しっかり連携が取れる、音声で声の連絡が取れる、連携が取れるといった状態で初めてようやく、オクタンのそのヘイト管理とかなんとかで、生き残れるか生き残れないか、カバーしてほしいのかしてほしくないのかっていうのを伝えないと、味方全体の流れっていうのが、崩れる状態になりますね。はい、といったところですかね。ノラオクタンが弱い理由3つほど挙げました。こちらの3つの理由を完全に跳ねのけられるリターンがあるという方はですね、ぜひオクタンをどんどん使っていいと思いますが、まあ、ランクマッチとか特にですね、ノラ自分がソロで行く場合に、このオクタンを使うことによってしっかりリターンを提示できる自信がないって場合は、少し考えなければならない、まあ、かなり難しいキャラだという認識を持っていただきたいなというふうに思います。私自身はですね、オクタンはですね、まあ、スキンもね、見ての通り買ったりとか、結構オクタンのね、そのなんかまあちょっと役中キャラというか、キャラクターもそうですし、あとね、威力って打てる、早く終われっていうね、あのこのセリフとかも好きなんで、どんどん使いたいんですけど、まあ、現状は使えない、難しすぎて使えないというのが本音のところですね。まあ、Apex をプレイする上でね、まあ、いろんなレジェンドがいてですね、好きなキャラを使っていいと思いますが、このゲームですね、めちゃくちゃレジェンドの扱いっていうのが難しいですよね。
パッとこれおすすめだから使っていいよって言えるキャラが結構少ないですよね。どのキャラも難しい。その中で特にオクタンはかなり難しい分類のキャラになりますので、使いどころっていうのをしっかり考えなければならないかなっていうふうに思います。オクタンはですね、弱キャラではないと個人的には考えてますね。このジャンプパッド結構強いですし、これが溜まる速度っていうのもね、60秒とめちゃくちゃ速い。2段ジャンプも追加されましたし、はい。ということで今回はオクタンの弱い3つの理由っていうのを挙げさせていただきました。もしね、知らなかったっていうことがあれば、ぜひオクタンの理解につなげていただければと思います。ということでご視聴ありがとうございました。生配信とかもやってますので、ぜひ、チャンネル登録、通知登録、それから、ま、Twitter とかもやってますんで、Twitter のフォローなどぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。